はい、動画スタートしました。中田香菜さんですね。はい、アンケートの結果も、64%。すごいね、相変わらずね。別にうちの配信してるとそんなに中田さん、中田さんってコメント出ないけど、やっぱり潜在的な中田さんのファンが多いのかね、64%。他全部、他並びすぎやろ。魚谷さん 13%、松本さん 11%、南波さん 12%。すごっ。すごいな。やっぱコメントせずに見てる人のファンが多いのかな、ライト勢の。どうなんだろうね。すごいね。はい。単品チンス。あ、そうですね。中田さん。あ、ハイパイテンパイですね。ヤンウピン出れば、メンチン、タンヤオ。あとは、蓮舫。M リーグルールに蓮舫は採用されてるのかどうなんでしょうか。積もれば、天舫ですね。ヤンウピン待ちね。はい。ということで見ていきましょう。おーい。もうえってそのボケは毎回。まあ、動画の人はあんま見てないか、これ。はい。はい、じゃあ行きますよ。はい、ハイパーいいね。はい、親か。親からのスタート。はーい。じゃあ行きます。元乃木坂でってだけで、やっぱ違うか。すごいね。はい。はい、とにかく、親でドラがパーピン。はい、普通に何切ってまっすぐ行く。はい、ちょっとね、俺もね、なんか、今日はなんか、昼の配信長すぎて、メンバー限定でやってたんで、なんか、いつもとちょっとなんか、なんか普通の俺かもしれん、もしかしたら。うん。2着じゃダメなんですか？え？ 2 着でもいいよ。ん？どういうこと？はい、トイメのポン入った。ウソ引いた。うん、まあ3層切る。うん。うん、いいシャンテンになった。まあ、親だし、まあ、ウーマン切っていいシャンテンする。振った。はい、知らん。はい、とにかくフェイチャードラガローピン。うん、これもいいね。トンドラドラ。はい、普通に行くだけ。シャー切る。ああ。まあ、こういうのとかもな、誰か教えてあげたいのにな。うん。多分これもそうだけど、ガチ勢で急走切る人多分誰もいないんで、まあ、あの、日本中に。やっぱシャーしかないのでね、そこそこ上がる手配だし、やっぱりパーソー引いた4連携とか、ウーソー引いて5、6、7、9とかね、まあ、何でもいいけど、とにかくもう目いっぱい行くしかないんで、ドラム2枚あるしね。あとでラインしとく。うん、しといて。うん。やっぱり、そこそこ上がれそうな手は、もうとにかくただまっすぐ行くっていうのをね、マスターしないと、こういうイーソー急走とかもね、細かくやっていかないと、やっぱり。うん。はい、シャー切る。あ、イーソー切んのか、中田さんはな。うん。いや、イーソー切らんのかい！イーソー切らんのかい！なんで急走切るけどイーソー切らんだ。おもろいな。いや、いいんだけど。うん、まあ一応、1679、679の9の方が、イーソーよりは必要範囲なんで、ね。まあそういうのとかもね、教えてあげてほしいが。うん。孤立の1のがいらないです。679の9よりね。はい。ただな、急走切るけど、イーソー残した。あ、トンポンした。あ、いいっすね。はい。ドラム2枚あるし、まっすぐ行きましょう。はい。うん。ジャンキルだったんかい。9万も切んのかい。いやー、ちょっと。まあ、ペイはね、ペイの2枚。縦引きが嬉しい牌。9万は9万パーマンの、6枚嬉しい牌なんで、ね、9万パーマンどっちもいいシャンテンになるんでね。9万縦引いたら完全にシャンテン。パーマン引いたらリアメリアメにシャンテンになるんで、やっぱ、もうとにかくだから、明らかに先生の人がいるとか、ドラポンがあるとか、そうでもなくて、普通にもう自分が上がりたい手、これだったらドラ2枚あるから上がりたい手だから、まあ、そういうのはもうきっちりやっていかないと、これが差し子ならまだマシ。あ、差し子9ってこと？あ、そんなったら別に、別に。は？いや、いいんだけど。こんな運送目いっぱいチーするのに9万切るんだな。この運送ってチーした方が早いんですかこれ。
このガツガツがおもろいな。なんかガチ勢が 100% 目いっぱいに行く第一だとか目いっぱいに行かないけど、いやこの、いやこれ泣くかどうか、いやまあゴロチあるからいいんだけどね、いやいいんだけどね、こういうのは泣くんだな。うん、いやいやいいと思うよ、これはゴロチがあるからでしょ。だから多分パーソーだったら泣いてないんだよね、ウーソーだから泣いてるんだよね、漫画インシャンテンだから。いやだからこの泣きはいいんだけど、俺もどうする言われたらこれは泣くんだけど、ウーソーだからね、パーソーだったら泣かないけど、ゴロチあるからいいんだけど、なんか目いっぱいいけないのにな。おーい、ナイス。はい、戦士長。うん。エレン。あ、ごめん。それいいわ。うん。まあ、しゃあないね。はい。はい、トンサクシャーチャドライピー。まあこれもね、普通に行くでしょう、これは。さすがに。ギャンマンとか切らんでよ。うん。ああ、うん、うん、まあまあまあ。ゲームセット。え？何してん、マジ。中田かなー、またかよー。あ、てか中田さんの応援歌流してねえじゃん、俺。ちょっともう普通にやっちゃおう。なんか、そんな、やっぱ中田さんにそんなに俺も腹立たないんで。フィーマー重ねていく。何言ってんのこれ。シーソー、うん、うん、まあ急走2枚切れな。中田さんの時一番優しい。うん、それはある。はい、リアンカニアメになった。まあしゃあないな。はい、ね、補充ばっかりしてるけど、これはもう補充に関してはもう全部仕方ない、そんなもん。3曲連続補充した？ん？うん、しゃあないの。はい、ペイ切る。イーソー切る。これももうラスだしな。まっすぐ初切って面前でいいかな。中田さんは9ピンかリャンマン切るか。なんかリャンマン切りそうやな、この子な。うん。まあ、ウーマンがドラでね。うん。中田さんより僕の配布検討の時のは厳しかった。うん、そりゃそうよ。まあ一枚切れ急走で、うん、しゃあないな、ツモが悪いな。ドラさんになったけど、最速戦点はあれ？ここで最速戦点、このなんかなんかここ出てたんか。それ泣くわな。うん、泣いててもチュン切るわな、ラスだから。やっぱ赤ウーマンとか引いたら漫画になるんで、一気にもうウーマンずっと引っ張っていいわ。何本してチュンでよ。でもうスッチーピンサブロスト出たら戦点で、それまでにウーマン重なったり、まあ一応ローマン引いても使えるんで、まあ数万でも使えるか。マンズ4、5、6引いたら使えるんで、まあ、何本してチュンで。うん、ラスだしな。
やっぱ K 点もでかいんだよね。はい、河村さんお疲れ様です。 M リーグの監督になったら誰指名しますか。まあそれは俺がいつも言ってますけど、昔からね、芦田愛菜、広瀬すず、広瀬アリス、あとはメルルって言ってますね、ずっと。はい、芦田愛菜に関しては実力、で選んでますんでね。はい、3ヶ月教えればどの M リーガーより強くなると思います。本誌で1000点で曲進めるはね、それはね、まあそもそも K 点あるしね、だからね、まあもちろん進めたくないんだけど、まあ一応まあ失点回避するって意味でしゃあないかなって感じかな。配布検討してると中田さんの成長を感じたりしますか。いや今んとこはあんまりかな。あ、規定守ってなかった、全人類から選んじゃいないの。男性枠か、男性枠は。芦田愛菜の、芦田愛菜だ、愛菜のリーチしてほしいなって言いたいね。セロはマジでわからん。リスナー勝手に言ってる。1000点確定すると見てて、積もられるなら1000点上がるほうがマシってか。そうだね。そうそうそう。だから、1000点確定じゃないので、とりあえずはザンクとかの抽選も受けながら、まあ、最悪1000点で上がってもしゃあないよねって感覚かな。曲流すってそもそもこれ、流局したからって曲流れないっていうわけじゃないもんね。渋川さんってそんなにやっぱりトップ目だから、絶対テンパイ取ってくるかって言ったら、むしろテンパイ取らないよ。あ、ちょっとガリ失礼します。ね、今週も皆さんお疲れ。じゃ渋川さん別に、やっぱりドラ見てないしさ、まあ、渋川さんドラ持ってるかわかんないけど、別に自分が上がらないからって、曲が流れないとも限らないし、それこそこれだったら、例えば1000点だったら、配定直前だったら見逃すとかもありだしね。たまに訪れるけどさ。例えば、配定で積もって、何配定だったら、別に安牌切って、9万切ってさ、テンパイ料取りに行ってもいいじゃん。そもそもやっぱりテンパイしないと失点しちゃうからね、曲流さないって言っても、それで、脳天で失点しちゃうと痛いからね。はい。はい、って感じだったか。んで、リーチ入って、赤馬引いた。何出たらおもろいけど、二軒にしちゃった。いい感じになった。なんなんでいいかな。ああ、完全に抜くか。ああ、空いてます。はい。まあ、普通の人は何切るような気がする。なんなんで、まあ、テンパイね。やっぱポンできるし、まあ、上茶からスチンビサブロソが出ない皮だけど、まあ、ポンしてテンパイとか普通にあるんで、まあ、なんなん打つ人がほとんどな気はする。はい、何入した ?13 分か。やっちゃおうか。はい、親でドラローピン。多いね、本一行きましょう。はい、E ピン、9ピン、とりあえず切っていく。おぉ。まあ、M リーグだったらちょっとぼかすかな。急速来てぼかす。まあ、数ピン来ちゃっても全然いいと思います。ああ、いいね。これは、なんか M リーガーっぽくないな。ええやん。いいと思う。まあ、とにかくネットマージャンとかフリーだったら、俺も絶対こうします。やっぱり、クイタンとかもすぐ、仕掛けられちゃうようなメンツなんでね。ただまあ、M リーグだとそこまでガツ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 1000点来ないから、ぼかすのも戦術としてはありだけどね。え、トンポ、え、シャアスルーしてた。いや、重なってないや。かわいそうに中田さん。スルーしてないのにスルーしてって言われて。え、アイシャンでなった。
あ、テンパッド。まあ、あとは一応、まあ、シャーポンするかぐらい。何食っぺーちゃドラスーピン。厳しいなぁ。おぉ、トンカになった。まあ、本についてもそんな高くないなぁ。まあ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 。まあ何キルか、6ピンキルか。あ、何切ってね。はい、はい。あ、今日もさ、はい、久しぶり。まあ、俺、これは好きだな。面前方向で。まあ、本一いたとしてもね、まあ、初本一で残酷しかないんで、現状はね。だから、まあ、何切って、面前見て、スーピンもドラだしね。あ、初スルーか。初スルーね。これは別にそんな悪くないんじゃないか。現状がやっぱり無理くり染めてもドラないのでザンクになっちゃうし、まあ M リーグだと絞られることあるからね。まあただ普通はって言われたらポンして本一行った方がいいかな。もううん、現状3統一だしね、チー統一もそんなまだ遠いし、面前も遠いしな。ごめん、ちょっとやっぱね、これね、第一だから6ピン切るべきだったか。トントハズの統一がやっぱり重すぎるか。数ピンドラとはいえな。で、まあ一応統一系だけフォローして6ピン切ってさ。で、まあ4統一とかなってったらチー統一、結構決め打つような感じでもいいし。まあ、トイトイもあるし。まあ、ちょっとここからやっぱローピンだったな。まあ、俺、まあ、まっすぐでいいなと思ったんだけど。結構 M リーガーの人ローピン切ってね、本一決め打つイメージあるけど。まあ、素直に打つのもいいかなと思ったんだけど、ちょっとこれはね、素直に言って1000点でいいって局面じゃないから、ちょっとやっぱローピンだったな。やっぱちょっとハズが出て改めて思ったわ。まあ、ただまあまあ、これは別に。ポンしてローピンだな。ポンしてローピンで、初トイトイの方があるからね。初トイトイもしくは本一。トイトイか本一つけば、まあ、残酷以上あるんで。はじめまして、河村さんと M リーガーに自分加えて何番目ぐらいですか？実力。M リーガーに自分加えて。いやいや、僕なんて全然36番目ぐらいじゃないですか。はい。趣味でやってるだけなんでね。はい。全然僕自分強いと思ったことないし、配信でも行ったことないんでね。はい。はい。ジャム KP さん。はい、いらっしゃい。そうそう、リステージもきついからね。で、トイトイもあるからね、これね。とりあえず、ポンしてローピン切って、トイトイが本一、ツモで決める。リャンピンがすぐ出たらもう、トイトイでもいいしね。トイトイでもいいっていうか、トイトイでね。ありがとうございます。あ、いえいえ。あ、本田さん来た。15万目。おい。あ、自分がってこと？本田さんがってこと？どういうことだ？どっちや？あ、ジャン KP さん。ああ、普通の人か。ごめん、ちょっとあんまり、初コメ？ジャム KP さんって初コメの人？初見さん？いや、ごめん、普通ちょっと初見さんだから伺ってたんだけどさ。アンチ気味の人が煽りで言ってんのかなと思って。そういうわけではないのか。何番目か。え、俺普通、あ、初見さんだよね。わかった。あ、全然。じゃ、やっぱ俺、最初にコメント来た時はちょっとさ、返答に戸惑うから、やっぱり、そういうコメント。全然、あれか。俺が何番目か。え、普通に勝つと思ってますよ。一番勝つと思ってます。はい。やっぱりこんだけ言ってるんで。だけど、見えないリスクとしては、俺がこんだけ仕掛けろとかまっすぐ行けって言ってるんだけど、それに対して M リーガーが、自分の不利になってでも、絞ってきた場合は、めちゃくちゃ、
俺が勝てなくなっちゃうから後付けとかで仕掛けてね。だからそれによっては麻雀変えなきゃいけないってのはあるんだけど、少なくても、うん、俺も別にプライド持って一応検討やってるんで、うん、そんな下の方ですとか言う、そんなわけない。うん、うん、押し引きだけだってこんなメンツ勝てるわ。うん、そう思ってます、純粋に。はい、思ってる。ごめんね、ちょっと最初はね、うん、ちょっと分かんないからどういう返答かが。うん、だけど俺が言いたいのは、別にそんな俺が自分で強いと思ってないんで、マジで。うん、そりゃそうよ。うん、そう思ってなきゃこんなんできないよ。うん、やっぱりだからリーチ判断とかが終わってるんで、みんなのリーチ判断が終わりすぎてて、押し引きだけで勝てるわこのメンツ。当たり前やろ。一枚だけ？何が一枚だけ？なるほど、そういう人たちが本気で戦う。うん、ありがとうね。ジャンペキーさんもすごい、なんかいい方だし、ぜひコメントしてね、これからもね。はい、じゃあ行きますね。かっこいい、好き。いや、ありがとうございます。はい。てか、そりゃそうやろ。だって俺がさ、そんなもんさ、こんな配布検討でさ、こんなバーって見てさ、例えば渡辺さんだってうまいうまい言われてるけどさ、俺とほぼ90何パー同じやんだ。はい。うん。だからマージャンって意外と簡単だからな。うん、だからみんなに理解してほしいのは、M リーガーはいちいちこんなに10秒20秒考えてるけど、ね、打牌もさ、この人が何来たとか。だけど俺はもうほんとフラッシュ暗算のごとくやってるから、精度もかなり落ちてるし、動画だからね。だからそれをちょっと理解してください。こんな偉そうに言ってくるけど、この何倍も強いね、俺。うん。こんな適当にバーって見て適当に言ってるだけなんで。めちゃくちゃ精度は低いと思います。うん。うん、戦略を得た方ない。まあ、それはむずいな。M リーグはやっぱり、ちゃんと、だから、明らかに違う部分も多いじゃん。うん。さあ、ピンフドライチが、ダマノが優位になるとか、そんなことは絶対ないんだけど、明らかにネットマージャンのメンツより、自敗とかが出づらい。絶対に。あとは、ネットマージャンだったら、イーシャンテン、リアンシャンテンでも、筋の牌とかさ、切って宝珠みたいなのあるけど、そういうのがやっぱマジでないからさ。うん。リアンシャンテンからなんか、ね、ウーソギリリーチにリアンソー切って宝珠とか、やっぱりそういう出上がりがめちゃくちゃ減っちゃってるから、あとは先切れが多いとか。だから、むずいね、それはね。対河村さんは泣きをガン無視できる。うん。そう。だからそれが俺の良さでもあるし、ね。高い手入った時はめっちゃ強いからね。セットとかでもさ、よく言われたけど、大学の時も後輩とかに。うん、俺めちゃくちゃ仕掛けるから、もう、まあ、今でも、ね、リスナーさんとセットした時とかでも。うん。要は仕掛けなんても読んでもしゃあないし、1000点かもしんないし、ブラフかもしんないから、全く無視して打ちますみたいな人本当多いから、なんだけど逆に本手入った時は、めちゃ有利だしな。M リーグ上がり率19から20、宝珠が89からの麻雀のイメージね。うん、そうだね。うん。フロー率どれぐらい変わると思う？ 10 ぐらいは減るんじゃないかな。それは。やっぱ後付けとかが弱すぎるわ。うん。あ、ローピン重なった。ちょっとごめん、こっち見ましょう。はい。で、まあ一応、ハツはポンしてローピンがいいかなと思ったけど、まあハツスルーして、ローピン縦重なった。まあ、面前もあるしね。とりあえず、白昼が普通かな。ただ、無理くり見る。まあいいか。とりあえずは、一枚切れのチューンで。普通の面前もあるしね。ローソーから横しついてね。とりあえず、チューン切っとく。ローソーか。うん、うん。まあまあまあ。チューンがションパイだったら、いいんじゃない？これ、かなりトイトイ見たい。あ、トンも一枚切れちゃったか。うん。俺と宝卓で何回か同卓してるけど、テンパイしてるときに鬼ほど切るの早いから分かりやすいってのもありました。ああ、そうだね。俺ね、テンパイしてゆっくり切るとかね、リアルもそうなんだけど、俺それはなんかやんないんだよな。いや、でも、ごめん。
レート高かったらそんなんやんないけど、やっぱなんかね、無駄に時間取るってことは悪と思ってんのかな、やっぱり。なんかそういうこと、あ、俺そういうことね、やんないな、普段な。雀荘とかでも。だから、ゆっくり考えて打ってんのに、テンパった瞬間早く切ったらテンパにバレちゃうってあるんだけど、俺あんまりそれ、うん。チート位決め打ちある。チート位置決め打ちはね、ちょっと今の段階ではないかな。やっぱ普通にリーチ発とか、まあ3アンコウにはなんないだろうけど、一応そっちもフォローしてさ、スーピンドラだし赤アリマージャンだから、普通にまっすぐ行っても赤ウソ引くとか、赤ウピン引くとかで、リーチ発ドライチとか、普通に漫画になる可能性あるし、で、マンツもしたらね、一気にトップ見えてくるんで、まあ、この段階では一応俺はチューンがいいかなと思った。M の、〇〇が泣いたら怖いみたいな持ち上げ方が意味不明。まあまあ、それは解説、実況解説で言ってるだけじゃん。うん。はい。まあちょっと行きましょう。ああ、中田さんの手組だとね。あ、ごめん、ちょっとささっと進めるわ。あ、チート位置にチャンネルだった。はい。まあ、数層切って完全に決めつ。もう3層切る。ギャメ落とし見せてもいいよ、もう。前傾無筋で。パーピーのがいいし。ああ、マジか。何のあれなんだろうね。これね。3層全部の無筋。で、まあ一応パーピンだったら、キューピン、チーピン、はい、まあキューピン早い人いるし、チーピン出て、ね、ちょっと安全度高いんで。まあ両面落とし見して、チートイズバレたくないとか、そういう思考なのかな。うん。麻雀はチャーハンってこと？強火で短時間で仕上げる。うんうん。弱火だけどな。消えそうな弱火だわ。はい。まあこの3層残しがなー、うん。うん。まあ、ちょっとこれはまあ、しゃあないね。はい。ね、横移動していく。はい。何しとんこいつ。リーチする。下手すぎやろ、マジで。親でごっぱ？まあ、よ。はい。普通にトップ取りマージャンなんで、リーチしてください。うん。まあ、ちょっとこういうのもちょっと話にならないんで。はい、皆さん絶対リーチしてください。100% リーチの方が優位なんで。うん。もちろん現物だから上がり率はダマの方が高いけどね。だからそういうもんじゃないんで、麻雀は。やっぱこんなリーチして積もって6000オールなんで。うん。はい。数万キル、ローマキル。あー、数万キルかローマキルかか。それはちょっと選択肢あるのか。このテンパイか。あー、はい。まあ一応、数万が両無筋で、ローマは片筋だから、ただまあ、枚数が同じ。うん、そうだな。ローマ来てリーチするな。ジャン玉だったらダマ。そうだね。ラスカヒマージャンは、うん、ダマでいいよ。事故ったらラス見えちゃうし。うん。そもそも素点あるしね。あ、ローマ当たってた。うん、まあたまたまだから、現物狙っただけだろ、数万来て。ローマ来る、ローマ来る、ローマ来てリーチだ。うん。うん、それしかないの。こんなもん。うん、たまたまだから、しもちゃんの現物の3万狙おうと思って数万来て回避しただけだろう。うん、そんだけ。うん。そもそもやっぱりこういうのな、どでかい手はな、もうリーチないとダメなんで。あ、ツイッターで思考言ってた。うん。うん、いや、全然、パッて言えるなら言ってもらってもいいですよ。ドラさんならこの順目は、あ、まあ、ドラさんはいい、そんなもん、ダマで。ドラさんになっちゃうと数万切りダマするわ。トイメがぬるい。いや、トイメはぬるくないよ、そんな。リーチちゃんの現物切るのはしゃあないよ。うん。ただただもうこんなんな、もう、馬鏡とか関係ないんで、もう。残り4枚あっても、とにかくね、こういうのがだから、ツモ抽選で6000オールとか受けないっていうのが悪なんで、とにかくね。うん、もうどんな思考あってもダメなんで。
まあ、やっぱ、つもと下茶から出る。うん。あ、それ上がり率は絶対、ダマの方がいいよね。それは当たり前だけどね。M リーグは保持率低いからダマにしてるなりそう。どういうこと？保持率低いからこの馬強で。この渋川さんどうなってから3万切ったか。まあ、それは別にしゃあないじゃん。親、ただのリーチ社の現物売っただけだもんね。渋川さんは。うん、ただのテンパイから売ってるんだ。うん。うん。まあ。こんなもんはしゃあない、うん、はい、まあ行こうか。はい、はい、何曲、あ、親が連ちゃんか。うん、そうそう、リッチなのが損すぎてね。だからもうもうそういう馬強がどうとか、例えば手配読んで、いや、サブロマン山に、スッチマン山にあるとかないとか全く関係ないので、うん、ああいう手になっちゃうとね。やっぱもう高すぎてな。うん。M リーガー現物待ちだからダマが多すぎる。うん。渋川さんトップ上でもちゃんと具形ドレスが即り打つから、あ、そうか、渋川さん打つ。うん。はいはい。まあ、それはいいことだよね。はい。あ、アミマズラス回避やってるか。あ、まあまあ、それだったらまあ別にもう、口出すことはないわ。うん、方針が違っちゃってるからね。はい、じゃあ中田さん戻ります。ドラ1枚。うん、とりあえずまあ、9万シャート切っていく。ハクスルーした。うん、まあまあ、これは別にいいわ。3万切った。うん。まあまあ、パーピン絶対使いたいし、ってことね。うん、まあ、そんなに、なんとも思わんけど。はい、シャア切る。ああ、おもろいな。まあ、一通もあるし、三層機とかいいんちゃう？パー層、九層払うはあるけど、まあ、14000ってラス目なんで、自分だったらどうするかって言われたら、やっぱり一通なんてならないから、パー層、九層切りそうやな。うん、やっぱりそれだったらチートイドラドラとか見た方がいいよな。ただまあ中田さんは酸素切るんだろ。いや、知らないけど。うん、別にまあいいんちゃ。一通見て、ドラ立て見てみたいな。チートイツ。まあただこれ、こういうのはマジで一通ならないんで、特定杯が必要すぎてね。まあパーソー9層切って、縦受けのチートイ見た方がいいかな。はい。酸素切るでしょ、絶対。おい！ナイス！酸素切ると思った。浅はかな両面固定すると呼んでいくが外していく。ナイス。なんかレギュラーは無理しないでラス回避の方がチームの方針っぽい。うん、だまあチームの方針がそうなら別にそれはまあ違うんで。シーソー引いた。うん、まあまあしゃあない。あ、これは。うん。うん、いいよ。え、いいよ。酸素を切る。うん、いいよ、いいよ。え、なんもないよ。海外の反応みたい。リーチ入ったか。あー、いやいやいや。うん、まあ、酸素か、リアン素、切る。うん、まあ、ここで押せっていうことか？リアン素切って。もしかしたら。でも、リーチ吐くしかないもんな。いいんちゃ？酸素でも。うん。全通あるか。パピ残す。残すな。やっぱリーチ吐くしかないし。うん。まあ、酸素を持って超まっすぐもね、もうちょっと点数あったらわかるけどね。まあ、いいんちゃう？やっぱパーピン縦引きとかチーピン引きがめちゃ嬉しいんでね。うん。だからどっちだろうね。M リーグはレギュラー96試合もやって、セミに6チームを進めてポイントも半分にされるからトップ偉いルールだけどラス回避になったりする印象がある。うん、そうだね。3個ある。3個はきついぞ。縦引いても2個しかないぞ、これ。いや、まあいいや。まあこれはね、まあ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 。うん、まあ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 。まあワンチャン、まあどう？じ？まあ、自分どうする言われたら2層切りますわ。うん。それリーチ直前の手出しだから、
リャンソーも普通の無筋みたいなもんとはいえ、やっぱりまあ表面的にはワンチャンスだし、リャンソー切って、両面テンパイしたらぶつける。うん。まあやっぱラスだしな、それが普通な気はする。うん。やっぱり1万4000でラスで、両面両面ちゃんってたもんね。リーチ吐く。打点がまあ、裏とかないと26とはいえ、やっぱりまあ、とりあえずは両走切りが、まあ、少なくても俺はするかな。うん。で、もう普通に、両面テンパイしてパーピン来てリーチするみたいな、プランかな。はい。まあ結局ここでベタ折りしといてもね、やっぱラス率高いんでね。やっぱどっかで爆地打たなきゃいけないっていうことで、まあ一応両面両面シャンテンで、リャンハンあるんでね。うん。まあ俺はリャンソー切ります。はい。トイメンからウーピン出たらポンしていいですか？いや。それは微妙ちゃう？ここでトイメンからウーピンか。2000点の、ああ、パーピンも筋になるしね。ウーピンが出たってことはね。うん。ウーピンが出たらポンしてパーピンで、吐くのみか。それはぶっちゃけ別に鉄ポンではないかな。そうする人がいたとしても何もおかしいとは思わんけど。まあでもするか。そうだね。それも俺がどうする言われたらしますわ。それは絶対。うん。この3層切って、トイメンからウーピン出たら、それはポンします。うん。しますします。連続足切りで首が重い。うん。トイメンに上がられたら嫌すぎるからパーピンまっすぐ行く。あー。なんでトイメンなの？え、ジオキーさんありがとう、コメント。それ言ったら常に麻雀、いつでもそうなっちゃうね。誰かに上がられたら嫌だから、まっすぐ行くって言ったら、いかなる状態でも結構まっすぐになっちゃう気がするな。うん。まあ、トイメンがもう、例えばもう泣いてるとか、テンパイの気配あるから、速度追いつかないからまっすぐパーピンとかだったらわかるけど、別にこの3人のうちの1人が上がられたら嫌って言われてもな、それは別にしゃあないと思うよ、俺は。うん。3層が一般的だと思います。はい。大井さんも言ってた、M リーガーになんであんなに守備的に打つ人が多いのって質問に、2年連続足切りになったらクビになるから、慎重になるか。まあじゃあそのルールやめたら。うん。視聴者は、とにかく優勝確率を 1% でも高める打牌が見たいんであってさ、野球選手が例えば、ね、2年連続打率が2割5分切ったらクビになるからっていうルールがあってさ、2割5分1厘になったらさ、そこでさ、残り何十試合残ってるけど、出ませんみたいなさ、わけわかんないこと起こってるよ。うん。中津さん、トンバーまっすぐ言ってた。うん。山村のところパーピン切りだと思ったら、そしたら補充返して上がり。うん、それは上がるよね。上がるけど、しゃあないとこんなもん。うん。その過程ならパーピンにならないですか？そもそもパーピンにくっつけるなら酸素リアス落としかないと思う。その過程ならっていうのは？その過程ならっていう意味だろう。レギュラーカットライン、ライバルがトイメン。ああ、そういうこと？いや、そういうことか。いや、でも、そんなん言ったらトイメンまくるためにがっつり上がったらもっと嬉しいよ。うん、ちょっとそれは、マイナス思考というか、レアケースだけピンポイントにピックアップして、こうなったら嫌だからこうするっていう、ね、やっぱこじつけっぽいな。うん。それ言い出したらこれ自分ががっつりリーズも吐くしたらめっちゃ嬉しいやん。うん。それ逃してるやん。あ、逃してないのか。じゃあ、パーピンも使ってリーチして上がったらめちゃくちゃ嬉しいってなるからね。マンツもしたらトイメまくれるしね。うん。うん。あ、そうだからそのしょうもないルールはやめてほしいとも言ってたか。うん。言ってます。うん。じゃあ、素晴らしいと思います。パーピン高くてもいいですけど、うん。そうそうそう。この点数はやっぱり1万4000点だから、やっぱパーピン縦とかがでかすぎるから、しゃあないよ、この3層は。うん。むしろ俺も3層切ります。これは。パーピンチーピンで普通に使えるんだもん。うん。赤ウピン引きね。それ赤ウーピン引いた時はリーチ吐くドレッジ逃すんだけど、言うほど引けないって赤は。まあでもまあまあまあ。足切りで実際視聴率稼げてるか。まあまあ。はい、わかりました。まあこれ見てないよね、まだ。リーチ入った。で、酸素切った。ここで見てないか。
急走を引いた。これで終わりか。一発目に酸素切ってる人はリアン素も切らないよね。うん。まあ、吐く抜いて、ベタ折りかな。おいおい、お、おー。そっちか。おー。まあ、一発だから、ね、回避して、二発目はリアン素切っていくか。まあ、難しいけど、これも、俺がどうする言われたら、リアン、うん、まあいいか、リアン面じゃなくなっちゃってるもんな。いいか。三層リアン層からなんか落としたような気持ちになってたけど、もうシャボになってるからいいか。ただまあちょっと難しいな、これはね。言ってもリアン層を打ち出すリアン層も、リーチ直前の手出しの筋だし、あと急層も無筋だから、ここでの宝珠抽選で、その後も急走ね、転敗したとしても多分パーピンの方切るのはやんないから、急走切ったらまあ、まあまあまあちょっと難しいね、これね。うん。はい。ウーピンポンする前提か、または想像でメンツができる前提でリーチするなら、ヤンソー引きでまっすぐなら、パーピンにならないのがわからなかった。ヤンソー引きでまっすぐ。リアン層なら、パーピンにならないのか。リアン層引きでまっすぐリアン層ってなんだ。なら、パーピンにならないかわからない。ちょっとごめん、もう一回言って。もう一回コメントして。俺も3層切る。最悪ドラダニムだ。まあ、それは別にいいと思う。3層でも。うん。あくまでまあ、これは、俺はこうするって、言ってるしね、何回もね。うん。これに関してはね。はい。で、まあ、ニャンソ切って、ニャンソ切って。なんとも言えねえな。いや、ここではなんかもうぬるいような感じするよな。リャンシャンテンで普通にどん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 切っていくのか。ドラーつか切らんけど。もうこんなんするんだったらさ、三層リャン層切らずにさ、リャンメンリャンメンで押し切ったらよかったよね。結局リャンメンリャンメンだったら別にラスだし、例えばね、イーシャンテンからパーピンぶった切って、リーチ手順だとしても、そんなに攻められんや。何にでラス目でさ、争いもないから、全通しました。はい、何がダメですかって言われたら、いや、別にってなるけど、やっぱ、リアンシャンテンとか戻った段階で、際どい牌切るのは、そうそうそう、やっぱ明確にマイナスになっちゃうんだよな。そんだったらもう超全通でよかったよな。リャンメンリャンメンのイシャンテンな。まあ、ただちょっと数ピンとかも引かされてるし、まあ、前通にはなってないんだろうけど、うん。なんかね、ちょっとこれは違和感ありますよね。この急走はなぜ打った？いや、まあ、ただ、まだ上がりを見ているっていうことだよな。うん。ただただまだ上がりを見ている。テンパイを捨てたくない。ってことだよね。うん。リーチ後にリアンソー引いたところで、はいはい。ちょっとごめんね。今日初めてコメントしてくれた子だから、ちょっと待ってね。リーチ後でリアンソー引いたところで、リアンソーまっすぐ打つっていう話なら、パーピンにしないのがわからない。やっぱり補充率が違うからかな。そういうことね。俺ならリアンソー打つって言ったけど、リアンソーならパーピンじゃないのってことね。やっぱりパーピンは、打点上がるから、そうそうそう。で、危険度も違うし、そうだな。まあ、その思考だったらそもそもここでパーピンって言うしな、俺な。まあ、確かにな、言いたいことは分かった。難しいね、麻雀ね、やっぱね。リーチ後に一発でパーピン打つならここでパーピンだもんな、絶対な。だから、ここで三層、やっぱりパーピンから打点を求めたいってことかな。これだったらリーチ入って、まあ、リアンソーを切って、通って、パーピン起こしついたら3層リアンソーを切って、
打点上げてみたいな、なるしね。うん。でも言いたいことは分かった。うん。他の人も解説ありがとうございます。はい。お疲れ様です。あ、ちょっと待って。はい、ブルーマルさん、よし。はい。中田かな、千鳥のチャンスの時間で知ったけど、結構可愛いですね。いくら払いますかって、おい。ちょっと動画中だから、ちょっと待って。一発目はドラチコイン。うん、はい。そんな感じかな。で、まあ、急速切って、パースを引いて、急速切って、まあそうだな、これも。だからまあ、中田さんに言ってあげるなら、変にリアンシャンテンでちょこ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 ムスジ押すぐらいだったら、イーシャンテンで全通したら、方がよっぽどいいって、ドラでも何でも切って。そう教えてあげてほしいよな。やっぱリアンシャンテンからムスジ押すのって結構損なんだよね。少なくともリアンメンリアンメンイーシャンテンだったら、まあそれは損ではあるけど、期待収支は。ただやっぱりいいイーシャンテンなんで、テンパってリーチしても、分はあるし、うん。だから、とりあえず、リアンシャンテンからね、際どい牌押すのはね、微妙だね。一発消しするんだ。チーして一発の馬を食い取った。あ、そうなんだ。この一発消すか、渋川さんのツボも一回増やすのかだったらチーする?一発消し?このリーチか。ん?ハクペイが安牌?だから、もう、ハクペイで降りれるの確定なんだ。でも、配定増すんだ。ただ、配定は不確定だけど、それまでに、誰か上がるかもしれないしね。ただ、一発は必ず抽選受けるから、いいんじゃない?うん。いいと思います、これは。あとは、横移動したら嬉しいしね。横移動率も上がるから、地位有利だと思います。あくまでパッと見は、パッと計算すると明らかに地位の方が有利って印象。うん。そのもろもろ、考えると。一発はなくなるけど、配定ますって言ったって、配定は来るか分かんないもん。横移動したら配定来ないじゃん。もしかしたらもう一回地位できるかもしれないしな。だから、明らかに地位の方が有利。一発もの方が絶対抽選来ちゃうもん。それ以降は横移動とかもあるからさ。配定積もまで行かない可能性ある。で、地位したらもう一回ずらせる可能性もある。うん。明らかに地位のが。積も回数増やすのはどうか。あ、積も回数増やすのかどうかってことか。それはだから俺の方にも書いてるけど、やっぱ横移動率上がるんで、自分がノーテンバップ払わず失点ゼロになる抽選受けれるので、難しいな。渋川さんが宇谷さんに報酬は、まあそんな嬉しくないのか。少なくとも言えるのは、期待収支的には、俺の中では、もうマジでめちゃくちゃ自信持って地位のがいいと思う。増やしたって、あ、まあこれがトンパツじゃないけど、トンパツとかだったら、結局ノーテンバップでも1500点払わなきゃいけないけど、配定積もされてもまあ、それが必ず跳ね回るとも限らないしね。うん。平均打点で言ったら、万貫分ぐらい。うん。まあ、期待収支で言えば、チーノが明らかにいい印象だけど、横移動とかもあるから。だけど、ま、この状況で、渋川さんの配定回したとこで、魚谷さんに報酬したとしても、嬉しくないとか含めると、まあ、まあまあ、確かに、泣かなくてもいいのかもしれない。うん。うん。裏ドラめくる手が震えてた。うん。リアンシャンテンから押してるの見ると、麻雀分かってないと思います。うん。はい、うまい坊さんいらっしゃい。はい。うん。まあまあ、まあ結果的には最高だったんだ。はい、はい。一発つも、ウーマン。シャボ一発食い取った。うん。はいはい。はーい。ラスウーマン一発も。とんでもないこと起こってたな。はーい。ラス前で、
シャーチャドラウソ。まあまあまあ、普通に行く手かいかな。まあ、ドラウソだし。はい。もう、これはもう超まっすぐシャー切ってください。急走とか9万とか切らんとね。まあ、これもな、面前もう完全面前マックスのがいいと思います。シャー重なってもな、ウーソー使ってもシャードライチ。もう、なんでももう面前受けれる体制に俺はするかな。渋川さんのそくり。まあ、何の町がね、いいしね、そくりでいいっしょ。町取り。ちょっと、あとでやろう。あ、いいシャンでなった。筋のパーマンか、ウーマンスーマン。もうこれ、脳天とか上がれなかったらどうにもならんもんな。もうパーマンで、パーマン9万で。まあまあ。おい、チマ引いていく。結果最高の引いていく。おう、ペンちゃんペンちゃんのイーシャン、デンカラーの、なんか渋川さんめっちゃついてる。中田さんにやられたな、これ。一発食い取られるわ。ペンちゃんペンちゃんイーシャンって一発補充。渋川さんの街は、まあ、可能性系か。渋川さんのサブローマフリテンなんでウーマンのシャブだった。あ、フリテンだって。だったらまあそうだね。振り点なんだってさ。はい。はい、で、なんか一気に復活して、2着まで見えるな。上がれば2着。ペンチャン両方サム山だったか。はい。まあ、ただまっすぐ行くだけ。急走切る。この場面中田さん降りてばっか言われまくってたから手のひら返しでした。降りてばっかでもしゃあないよな。この試合そんな絶対全通しろみたいなのを、ないもんね。しゃないね、中津さん。いいね。はーい、ただまっすぐ行くだけ。おい、ダブナ引いていく。3走切る。中津さん今の12000円要求した。今何？リーチ一発何？おーい。まあ、リーチする。いいね。まあ、しゃあないな。1万2000要求した。リーチ一発ドラドラ裏ってこと？リーチ一発ドラドラ裏。まあまあ、いい判間違えるね。まあまあ。はーい。長津さん、初期よりかなり上手くなってるか。わかりました。はーい。はい。じゃあ、そんな感じでした。はい。中津さん、最終的には3着か。昨日の鈴木太郎さんのダマや黒沢さんのウーピンチーせずは、急はなかった。そうっすね。確かに昨日はあの2つが、やっぱ印象残りましたよね。鈴木太郎さんのなんだ、リャンウーマンダマと、ね、黒沢さんの、タイヤドラさんあるのに、カンウーピンチーせずね。中津さん、成績が最下位になった。1-1-12。まあ、ただまあ別に、この成績だけ見てね。こんな麻雀打てたら3着しか取らんわとか別にそんなこともないんでね。短期すぎますよね。14試合とかそんなもん。1日で打てるぐらいの数なんで。1日打って勝った負けたというだけなんで。一番ですね。ここの大谷さん、初短期リーチ悩んでて、悩むことないだろうと思った。わかった。じゃあ最後に大谷さんだけ見て。終わりますか。はい、大谷さんのオーラス。おい、チートイシャンテ。チートイドラドライシャンテ。
はいはい。ああ、はいはい。そうですね、確かに。リーチしたら誰から上がってもトップ。ダマだと下茶対面から出たら2着だからリーチ。そりゃそうですよね。うん、確かに。ああ、これあれだろ。パーソー短期から考えたんちゃう？うん、悩んだのは。しゃあないと思う。うん、リーチするか考えたんじゃないよ。パーソー短期にするか考えたんだよ。やっぱ皮がめっちゃ強いからさ。初手出しでリーチで、二人急走早いし。で、やっぱ、チート以外はかなり疑われちゃう皮なんで、普通にパーソー来てリーチして初出そうもないけど、逆に初来てリーチしたらパーソーは出そうだからさ。まあ出そうって言っても、うん、まあまあまあ。うん、そっちだろ。うん。だから、いいんじゃない？うん。リーチはするか迷ってないと思う。多分パーソーにするか迷ってんじゃない？まあそれはむずいな。うん、おもろいしな、やっぱな。まあ M リーグがやっぱりまあ、こういう麻雀だからあれだけど、やっぱ、自分がフリーだったらさ、むしろパーソーの方が安全だなって思う顔だもん。ローソーチーソー切って、初でリーチでしょ？パーソーの方が切るやん。うん。そうそう、ローソーチーソー切って、初切りリーチにパーソーは打つもん。でも逆にこんな川でパーソー切りちゃったら、初はチートイっぽくて切らない可能性あるから、うん。だから、そうそうそう。だから、枚数も一番多いし、で、さらに急走。急走早い人二人いるから、パーソー短期でもいいよな。うん。まあ、あとわずかにだけど、神茶にパーソーポンされて、全治されるとか、それもあるやん、やっぱり。うん。初だったら、まあ、一枚切れだからポンされる可能性低いけど。まあ、わずかだけどパーソーの方がさ、まあ、ないとは思うけど、パーソー来たらロンとかもね、別に、報酬率は違うよね。まあ、もうほぼないけど、ないけど、初のが、報酬率は低いし。だまあまあまあ。おもろいんちゃう？パーソー切りしても。うん。はい。質問なんですけど、M リーグ見てると30分4班で漫画ですけど、フリーや大会はどうですか？フリーは、同じように、30分4班は漫画ですね。77なんてとかもうない。絶滅してます。大会に関しては、プロの大会とかだったら、プロのリーグは7700あるので、7700の可能性もある。うん、ただ、巷の大会だったら、まあ、マンガンかなっていう感じかな。え、一切れだったから自愛にしたのかも。ションパイならパーソンにしてる。うん。自分だったらパーソン短期にしてたね。うん。パーソンにすればよかった。じゃ、パーソン、え、初で上がったんやろ？パーソンにすればよかったぞ。ああ、パーソーも、パーソー先に2枚、あ、2枚っていうかまあ、パーソー先出たんだ。うん。まあまあまあ、結果論ね。うん。そうそうそう。松本さんのチーピン補充ってやりましたか？いや、やってないな。いい派110分は ?3600? 何？結果つもで得した？確かに。ちょっと待って。松本さんのチーピン補充だけ見る？どこ？あ、追いかけられた時の街の良さもあるよね。うん。そういうのもあるね。どうするパッてどこって分かるならやろう。ちょっと20秒以内に松本さんの GP 補充が誰か分かるならやろう。中田さんの難波の矢？分かった。じゃあそれだけ最後やって終わりますか。ちょっと今日開始時間も遅かったんでね。ちゃちゃっとやりましょう。ここ？はい、じゃあ、松本さんの最後補充だけ見て。このことを考えたら初の方がパーソーより上がる人だから初短期にしちゃう。まあそうですね。普通のセオリーで言ったらまあ、使えないんで、パーソーは普通に使えるけど、初はやっぱ使えないので、初にするもいいよね。うん。河村さん、負の点数計算全部頭入ってるんですか？いや、そりゃプロテスト受けた時は入ってただろうけど、今そんな90分積もうとか言うてもわからんわ。いや、わからんってちょっと考えたらわかるだろうけど。うん。俺基本暗記してないからね。まあ、32かけたら出るんで、切り上げたら。だからプロテストの時とかも暗記してたのかな、俺。計算式覚えれば、暗記しなくても
まあ、筆算したら出るから、なんか、そんな暗記してないですね、元からね。ローピンドラの曲。あ、わかりました。はい。じゃあ、最後に松本さんの見て終わりましょう。はい。松本さんは3枚の先天で、渋川さんと先天差で2着。90分の上がり見たことないですね、確かにね。はい、急走切る。まあ、初チューン切る。うん、初切る。うん、ただ普通に打ってるだけの話。リアンソーツも。まあ、ここでパーマン切るのかな。うん。チーピン引いた。うん、なんかしょうもない手配ではあるよな。ただドラドラあるんだよな。まあ、ただまあ、3統一なんで、まあ、とりあえずリアンソー切る。他がちょっと候補ないんでね。はい、とりあえずリアンソー切る。まあ、神茶がマンズ溢れてるんだね。まあ、自分点数あるし、まあ、そんなに振りたくはない。まあ、とりあえず数ピン切って考えるでいいかな。まあ、白を普通に切るか。まあ、数ピン切る。まあ、M リーガーはまあ、数ピン切る。9ピン切って食いたんもちょっと生き場所なかったな。ちょっと、この手順に関しては。ここで9ピン切ったらよかったじゃんみたいな場面はない。で、ここでイーシャンテンか。イーシャンテンだけど、グケグケイーシャンテンね。まあ、9ピン切るわな。まあ、ドラさんね。まあ、リアンピンかハク切る。ああ、9ピンの方か。9ピンのがいい。リアンピンか9ピンってどっちがいいんだ、これ。換算ピン受けか、スーピンウピン。あ、スーピンが自分で来てる。振り点か。スーピンウピンしかも4枚見えてる。あ、9ピンの方がいいね。同じ枚数でしかも振り点じゃないんで。リアンピンなら9ピンだったわ。はい。んで?まあ、グケグケのイシャンテンだしな。これがなんで振るんだろうね。とりあえずまあ、パーピン切っとくよな。他の候補あるか。あ、リアンピンがあるか。まあ、リアンピン切る。はあ。で、その後パーピン切る。何?たまたまベタ折りしてたけど振っちゃったって話か。まあ、しゃあないよな。ここで?3万切んちゃうの?あ、違うのか。違う。神茶がマンズか。吐くか。三層のワンチャンスのリアンソー。まあ、白かリアンソー、候補は何があるんだ?白かリアンソーか。そうだね。同じワンチャンスだったら、スーピンとかチーピンは一応ドラマ耐えてるもんね。だからまあ、リアンソーか白な。確かに白打つのはシンプルなんだけど、やっぱり神茶が、明らかな本一の皮で、確かにリアンソーっぽいか。チーピンを切ったんだ。
2枚あるチーピンか。あはいはいはい。いいんじゃないですか。まあ手詰まり状態だからね。いいと思います。そんなチーピン切りを攻められるよね。まあ確かに2回切れる。まあこれが、スーソーってない。スーソーはあかんやろ。スーソー切んならもうリャンソーで。それあれか。ネタで言ってんのかそれ。そのスタンプ打ちたいがために言ってんのに。そういうことね。まあ、しゃあないじゃないですか。確かに一巡通れば二巡通る。なんか M リーガーがね、結構なんか、固定してくるイメージあるからね。まあ確かにこれも、フリーで自分何切る言われたら、絶対チーピン切りそう。それは。やっぱウーピン、ちょっと早いから。早いっていうか、その後にイーソーローマ照らしあるし。ただまあ、M リーガーは散々やっぱむしろ固定してくるんでね。あ、チーピン通ればスーピンもいける。チーピンだったらスーピンが先。キューピンが4枚見えてるんでね。ペンチャンないから、4、3、5のカンチャン。6、8のカンチャン。まあまあ、2枚あるからってこともね。まあ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 。さっき中林さんの川から手を読む動画見たんですけど、川読みや本や動画で勉強する方ありますか？どうなんだろう？平沢さんの本とか？ちょっと俺もわからんな。なんかありますか？誰か。平沢さんの本ではなんかあったっけ？読む本みたいなやつ。なんかそれぐらいしか思い浮かばないな、俺。どうせ片隅の無筋を統一できるなら、ドラマタギより数層でいい。いや、数層ってだってウーソーローソーが、ウーソー1枚、ローソー2枚しか見えてないから、そのとはリアンソーでいいんじゃない？あ、泣き読みある？まあまあまあ、そんな感じか。まあこれはしゃあないですね。しゃあないと思います。まあ、1枚通れば2枚通るとか、チーピン通ったら数ピン通るね。早い順目だったらめちゃくちゃやるんだけどな、俺もな。こういう順目だとあんまり意識ないですね、俺ね。早い順目だと絶対言うもんね。暗号落としするとか。ここでは全然その発想はなかったなぁ。まあいいと思います。全然。はーい。3層3枚、数層2枚見え。ワンチャンス、ツーチャンスの2層。チーピンはやっぱドラそば。散々、ねえ、両面固定は M リーグ見てきてるんで。なんかちょっと切りたく、なんか候補なかったっすね、俺ね。吐くか両層って言ったもんね。でも GP も全然いいっすね。はい。2枚あるしね。はい。GP か吐く以外あるの？いや、M リーグだとやっぱり2層は別にさ、あるんじゃない？まあいいや。はい、そんな感じでした。じゃあ、中田香菜さん見ていきました。はい、中田さん、まあ結果的にはまあね、リーチ一発で上がったけど、最後もいい手入ってたけどね、上がれなかったという感じでした。それも、親でリーチしてくれ。そうだな。親のピンフドラドラな。サブローマーカス、スチワンな。はい。じゃあ、そんな感じでした。はい。では、お疲れ様です。